平介のソングス&ドックス、週末はミュージシャン。157回目なりました。後ろに見えるのは、まだスキー場もやってるシーズンですが、那須の山ですね、茶臼岳でしょうかね。本当はもっとたくさんの絶景ポイントがあったんですけど、どこもお客さんがいてですね、いろいろ無人の絶景スポットを探して歩いてまいりました。はい、どれぐらい山が見えてるか分かりませんが、157回目の、ソングス&ドックスでございます。皆さんに少しはそれらしい景色をと思っておりますが、どうでしょう、見えますかね。もうちょっとね、真っ白でもいいのかなって気はするけど、しょうがないですよね。山の景色から入りました。1曲目はこの季節いらないというですね、冬なのに冬らしくない、夏なのに夏らしくないということを嘆いた、若気の至りのような歌でございますが、先週でしたが、最後にお届けした、赤羽富雄カフェさんでの、ライブの映像から、お届けしてみたいと思います。ちょっと雪の少ない感じの冬でございますが、この季節いらないなの景色映してなった話ですけどね、私の声だけしかなくて景色が一つも面白くないと言われてしまうかもしれませんが、お届けします。どうぞ。
さて、うまく編集長にカットしていただきまして、なんと今週もですね、こんな雪の中に、ギターが立ってましたということで、ギターめっけたぞということでございます。はい、見えますかね、北温泉入り口に、なぜかギターが立っております。何なんでしょうか、よくわかりませんが、ギターもですね、もうネックの部分しかないという風になってしまいますかね。北温泉の入り口からお届けしています。北温泉ご存知じゃないとなんですけど、まあ、もっと近づいてもいいんですけど、行くとやっぱり人がいるんで、ここが北温泉の入り口だぞという場所からであります。何も持ってないと変ですから、ギターを持ちますか。まあ、持ってみてもね、今日ここで歌うわけではないので、車も通りますしね、一応あるぞということで、ギターのネックだけ入ってるかと思います。夏の終わりの歌をあえてこの雪の中で、お届けしたいと思います。風という曲の、これは確かウェルカムバックでしたかね、2つの角度からカメラ撮ったような気がしますが、ちょっと私今足がね雪に突っ込んでる関係上冷たいということで、すいません、失礼しました。風お届けします、どうぞ。
はい、まあ、あの北温泉と那須の茶臼岳をバックにお届けしています。ソングス&ドックス週末はミュージシャンでございます。3月入りまして、もうね東京の方ではすっかり春っぽい感じの日が多いような気もしますが、こちらはまだ、雪がないわけではないみたいな季節が続いています。風を移し合える幸せなどというですね、甘ったるいことを歌った曲なんですが、久しぶりにベランダの月という曲をお届けしたいと思います。これは盛岡ビートルズさんにお邪魔して撮ってまいりました。今週の締めですけれども、ベランダの月、ギターのネックぐらい映ってんのかなどうかなっていう感じですが、北温泉はこっちですね。非常に情緒あるところなんですけど、行くと私一人でこれ今日撮影してるもんですから、バカみたいなんで、行けないということでございまして、入り口だけでお届けしました。失礼しました。Thank you.